どうしたのですか、こまり様。心の底から呆れ果てたような顔をして。ビルはいいよなーって思って。いい？生涯のパートナーにちょうどいいという意味ですか？毎日楽しそうでいいよなって意味だよ。ああ、否定はしません。メイドはこまり様をおちょくってるだけでお給料がもらえる簡単なお仕事です。ずるいずるい！私もメイドがよかった。こまり様はメイド服を着てみたいのですね。違う、お前のポジションが羨ましいんだよ。下克上される心配もないし、立国新聞にデタラメを書かれることもないし。なるほど。ではメイドになってみますか？え？代わりに私が七具店をやります。立場を交換してみればお互いの気持ちがわかるのではないかと思いまして。そんなのありなの？試しにこの場で交換してみましょう。いかがですか？